法政 A は、日本の競争は、障害競争の連勝記録となる13連勝を達成し、アラブ系抽選馬としては、史上唯一中山大障害で連帯した。1951年中山大障害、法政を引き離す。三田エえば例は、休表記とする。1948年10月25日、中山競馬場の B アラブ系四彩新馬で、 初出走して6頭立ての5着。同年は5戦して3着が1回と振るわなかった。しかし5歳となった1949年は3月に初勝利を挙げ、7月にオープンのハンデ戦に勝つなど20戦8勝を記録。年末に再化して、阪神競馬場のアラブ東西対抗に出走し、関西は玉椿に次ぐ2番人気に押されたが、 ここは10等立ての7着に敗れた。1950年は年明けから4連勝を達成。その後も5月28日のアラブ系オープンで 68kg の金量を背負って勝ち。6月10日のアラブ東西対抗では6番人気のミネの光に敗れて2着となったが、3着の玉椿、4着の二遊原けには先着した。 翌週のアラブ系オープンに 71kg の金量で出走し 12kg 軽い押し寄ろに、破れると秋シーズンまで休養。増え続ける金量を考慮して、障害競争に転向した。10月1日、中山のアラブ系障害オープンで障害初出走を迎えた。この競争で2着の真先に、 大差で勝利すると、続くハンデ戦のアラブ系障害特別では2戦目ながら 71kg の金量を背負って10馬審査の圧勝をした。その後1ヶ月余りは定量改定により、金量が緩和されたため平地競争に戻り5戦2勝、66kg と 67kg で勝利した。そして12月の中山開催から、障害レースに復帰して勝利すると、2で、 サラ系を相手に中山大障害に出走した。ここではアラブ系ながら丸光に次ぐ2番人気となったが、レースでは終始後方のまま8頭立ての4着に敗れた。そして12月24日に再びアラブ系障害に戻るとここから連勝を開始。1月のアラブ系障害特別で7 6ラムを背負って勝利するなど、 翌1951年10月23日のアラブ系障害優勝まで13連勝。アラブ系障害のみでは無敗の16連勝を達成した。そして11月より再びサラブレッド相手に競争を行い、すべての競争で最も重い金量を背負いながらも3着、2着、2着、5着という成績を残して5戦目で中山大障害に出走した。 この年の大障害は五島建てで行われ、牝馬の三津田絵が一番人気、それにト豊田か U4 の順に続き、法政は四番人気で出走。前年同様トヨタかが大逃げを打ったが、レース後半に入って大土塁でつまずくと、三津田絵が追撃して、向こう正面で先頭に立った。法政も、早めに仕掛けて、直線入り口で三津田絵に並び、一旦は先頭に立ったものの、 オール手前で一気に引き離されて小馬審査の2着に、敗れた。その後12月23日の勝ち入りハンデリに到ての2着に、敗れ、翌1月5日は再び、アラブ軽象外に出走。7 7ラムを背負っての出走だったが6 5ラムの丸松に、頭差敗牧師アラブ軽象外での無敗記録が、ストップ。その後は出走することなく、 同年3月25日に登録を抹消して、種ボバとなったが、目立った産区が出ることはなかった。10月21日から11月26日まで、平地五戦に勝一当時は、重傷ではない。ありがとうございます。